丘は、カタバミカカタバミ族の多年層。南アメリカ大陸原産。肥大化した地下系は、食用となり、アンデス山脈においてジャガイモに次ぐ重要な芋類として栽培されている。畑に植えられた若い丘草丈は25から30センチメートル。地上系は直立し、赤みがかった主系を中心に盛んに分子し、それぞれの頂に、 カタバミ族に特有の産出服用がつく。地下系は、コブ状に肥大化して、海系となり、白、黄赤、紫など様々な色がある。野生種は夏に家系を伸ばし、産型に黄色の花を複数咲かせるが、品種改良を経た、栽培品種の多くは花をつけない。南アメリカ大陸のペルーコロンビア原産。海系が、食用になり、体幹性もあることから、 人間の農業栽培によって分布を広げ、ベネズエラからアルゼンチン北部にかけてのお,およそ3000メートル級の高地を中心に広く栽培されている。かつて1860年代からニュージーランドに食料として導入された歴史があるが、現在では南アメリカ大陸以外の地域ではほとんど栽培されていない。市場に並んだ赤色のおかき色と、 安心色の丘調理済みの茹でた丘。奥の類的系の根菜は、農前破蓮科のマシア農業栽培においては、春に海景を浅く植え付ける。地上部が育つにつれて、盛り土を行い、地下の海景の分裂、成長を促す。約8ヶ月で成熟し、秋から初冬に収穫する。冬季は、翌年の植え付け用の海景を砂で覆って保存する。春の伴奏と秋の早地には、 注意が必要で、場合により、ビニールトンネル等での保護を行う。中外としてはゾウムシによる食害が挙げられ、病害としては、不完全菌の一種により、黒色休憩の病犯を生じ、地際系や地下部が腐敗してくきれや腰に至る、スミフ病が報告されている。栽培史はスペインによる、植民地化以前のアンデス文明に遡り、地チ下カ湖北岸には、 インカ帝国時代に整備された150段以上の丘の段々畑があり、現在も工作に用いられている。食味の向上や集散に由来するえぐみの軽減を目指して、積極的な品種改良が行われた結果、現在では様々な色の会計を持つ品種が栽培されている。生の丘は約85%の水分と炭水化物、少量のタンパク質を含む、 栄養素として、100g 中に1日の必要摂取量の20%以上のビタミン A、ビタミン C、必要摂取量の10から19%のビタミン B、6カリウム、食物繊維などを含む。多くの品種農家は収産による、えぐみのためそのままでは食べられず、調理の前にあらかじめ下ゆでして、悪抜きを行う必要がある。 茹でるだけでは食べられないほど悪の強い丘は加工品に、される。比較的悪の強くない丘を数日間天日干しに、して、澱粉の糖化を流した髪は甘く、しばしば生殖される。他に、じゃがいもで作る中女と同様に露店で、自然凍結と解凍を繰り返した後、足で踏んで水分を抜き天日干しにした、ワニャカーや、自然凍結と解凍の後水にさらし、 その好天日干しにした馬川やなどの保存食がある。加熱調理する場合は皮をむかずに調理し、塩茹で、揚げ物、スープ、煮込みなどに用いる。パチャマン化と呼ばれる石虫調理の素材にもされる。大学芋のように飴を絡めても良い。また葉はまでサラダに加えるほか、葉物野菜として加熱調理して利用する。1ポンドの丘を角切りにして、塩水で柔らかくなるまで茹でる。 1. 1日本土のベーコンをさいのめ切りにして、油で揚げる。湯切りした丘とベーコンを、マヨネーズであえ、香辛料で風味付け姿勢のチャイブを散らす。温かいうちに供する。地中の海景家系とつぼみ学名を置き去りスツベロサの、種商名ツベロサは、海根状のノイで、地中に芋を作る性質によるもの。丘の故障は、原産地のアンデス山脈において、 スペイン人の侵入以前から本種を栽培してきたケチュア語和者によるもので、現代のスペイン語でもこの音を引き継いで、オカと表記される。また、スペイン語圏における地域名として、コロンビアでイビア、ベネズエラでクイーバなどの呼称がある。英語でもスペイン語からの借用語でオカとするほか、1860年代に本種が食料源として、 チリからニュージーランドに導入された歴史から、ニュージーランドヤムとも呼ばれる。ただし、本来のヤムとは遠藤植物である。日本語ではスペイン語のカタカナ転写で丘と表記される。観葉植物や健康食品として、苗や芋が流通する際には、流通名、商品名として、アンデスカタバミと称される場合もある。ありがとうございます。